はい、皆さんどうも、みつ太郎です。今回からやるゲームはこちら、ロックマンエクゼバトルチップグランプリというわけで、Wii U のバーチャルコンソールで配信されていたソフトですね。で、このゲーム完全初見です。やったことありません。なんか、ちょっと見たことないキャラがいますね。なんでどうなるかわかんないんですけど、普通のエクゼシリーズとちょっと違った感じのゲームだったりするそうなんで、ちょっと楽しみですね。2000X年6月。わー、これ3の後かな。じゃあ大会の決勝戦開始、泣いても笑ってもこれが最後の戦いになります。勝利の女神が微笑むのは光ネットのナビ、青い閃光ロックマンか。赤い稲妻ブルースがナビの伊集院演算がバトルを制するのか。ここからはもう CM なしでお送りいたします。ケロさん、そこだロックマン、行けブルース。演算様了解しました。これ地獄島だっけ。行くぞロックバスター。わー、地獄島の決勝戦、あれなんだっけ、忘れちゃったけど、タイトル名忘れちゃったんだけど、その決勝戦って確か行われない、そうだよね、行われなかったのね。決勝戦前にワールド3が来ちゃん、ワールド3が事件を起こすから、あの時もし本当に戦うことができたら、演算を逆にって言わせる自信あったのにな。じゃあ3の後っていう感じなのかな。また前の大会の話、仕方ないよ、いろいろあったからね。それはそうだけど、演算のやつあれから全然連絡もないんだぜ。だいたいオフィシャルだかなんだか知らないけど、あいつむっつりすぎるんだよ。そこは関係ない、むっつりは。ここんとこ事件らしい事件も起きてないし、ああなんか退屈だな。まあいいじゃない、平和が一番だよ。その通り。さあというわけで、残っている宿題でも片付けようよ。あ、ネット君メールが来たよ。メールの差出人はバトルチップグランプリスタッフ。メール開いてみるね。トゥー光ネット様。フロムバトルチップグランプリ。バトルチップグランプリ開催のお知らせ。前略、ネットバトラーの皆さん、この度世界規模のネットバトル大会、バトルチップ GP を開催することになりました。グランプリぐらい普通に言うか。優勝したネットバトラー には、なんと幻のレアチップをプレゼント。なお、この大会、プログラムデッキを使った特別、これ特でいいのかな、なんか文字潰れてるせいかわかんないけど、持ちっていう字に見えません、持ち別ルールみたいな感じ、特別ルールで行います。詳しくは添付したシステムプログラムを起動して確認してください。あなたの挑戦を待っています。だってネット君、すっげえ面白そうじゃん、こういうの待ってたんだよ。俺たちも大会に参加してレアチップをゲットしようぜ。そう言うと思ったよ。じゃあシステムプログラムをインストールするね。とその前に参加登録をしてくださいってメールに書いてある。ネット君、インターネットからバトルチップグランプリのホームページにアクセスしよう。あ、勝手に動くんだ。 OK、 プラグイン、ロックマンエクゼトランスミッション。もうあれか、コードレスになってんのかな。おう、プログラム君、こんにちは。バトルチップグランプリの参加登録に来ました。こんにちは、参加登録ですね。ありがとうございます。では初めにエントリーネームを入力してください。エントリーネームプログラムバージョン 1.7131。 あなたのエントリーネームを4文字以内で入力してください。俺水太郎なんだけどさ、水太郎入んねえ。エントリーネームはこのゲームのあなたのニックネームのことです。エントリーネームは友達とナビデータを交換するときのパスワードにも使います。同じエントリーネームだと交換ができません。あーになっちゃうとこだった。どうすっかな。いっか水太郎で。これあれか、こっち行かないとダメなんだ。なるほど。水太郎、なんかハム太郎さんみたいな言い方されそうだね。水太郎です。はい、なんだっけ、孔子くんかな。登録は以上です。ありがとうございました。これからのスケジュールはシステムプログラムについている説明ファイルとバトルチップグランプリのスタッフからのメールで連絡します。あと質問があったら、会場で直接してください。どこですかね。ありがとうネット君、登録終わったよ。 OK、 じゃあ一度プラグアウトしよう。ここら辺の移動とかも全部あれなのかな、自動で済むのかな。プログラムデッキシステムをインストールします。貯めるね。インストール完了。ネット君、説明ファイルがあるけどどうする。ファイルを読んでみる。いや読まないと俺わかんねえんだ、初見だから。プログラムデッキマニュアル、バトルチップグランプリはプログラムデッキを組み立てて対戦するネットバトル。プログラムデッキを組み立てるにはバトルチップやナビチップが必要です。プログラムデッキには最大で12枚か。なるほど。
バトルではプラグラムデッキからチップを自動で選択して何秒に指示を与える。デッキの精査はどんなチップをどこに置くかで決まります。一つのトーナメントで使えるチップは30枚まで。よくわかんねえ。プログラムデッキの組み方。はい、デッキ画面です。ここでプログラムデッキを組み立てていきます。まずチップを置きたいところでボタンを押します。はい、そのまま、その状態のまま十字ボタンでチップホルダー画面に移動。キャノンですね、使いたいチップを選んでもう一度ボタンを押すとセットされると。まあ、当然だけど ABC とかのローマ字じゃないんだね。さっき選んだ場所にチップが組み込まれます。ノーマル30。チップのデータには攻撃効果、特殊能力、さまざまな能力があります。でこれが相手 HP、 HP が0になるとデリートされます。 AP ってなんだ、攻撃力か。あ、なるほどね、ノーマル30だから。メガバイト、容量、数値が高いほど高性能など表示しています。で、いいチップが入ってる可能性があるってことだね。プログラムデッキに組み込まれたバトルチップ合計メガバイトはナビチップの MB を超えないようにする。まあ、この320以下にしろってことだね。1枚も組み込まないこともできます。それは戦えるのか、わかんないけど。命中率とかあるんだ、外れるときもあるの。詳しいデータが確認できる。はい、デッキが組めたらバトルを始める前にあなたのナビと相談してデッキを分析してみましょう。そうだね、ネット君、これなら負ける気がしないよ。プログラムデッキ画面でスタートボタンを押すとバトルで対戦するナビに勝てるかナビに相談できます。バトル開催用のネットナビコードってなんだ、効果なんかで手に入るやつかな。なんかありますよね、謎のコードがね。バトルスタート。バトルが始まるとお互いのプログラムデッキが表示されます。プログラムデッキに組めたチップのうちどれを使うかランダムか。ちょ、これ全部組み込んでないとあれだね、右の子みたいに何もできないみたいなパターンがあるってことね。あ、ランダムなんだこれね。ターン数、ターン制なんだ。前列のバトルチップが順番に使われていく。キャノンなんだ、奥に誘惑するやつ、最後なんもないみたいな。ナビが攻撃するとそのターンは終了になります。次のターンが始まると使うチップがもう一度選ばれて、あ、倒せるまで。なるほどね、カードゲームに近いって感じなのかな。スロットインの使い方、バトルチップですね。プログラムデッキのスロットインに関する説明です。プログラムデッキには2箇所スロットインのチップを組み込めるようになっています。ここに組み込んだチップはバトル中にそれぞれ1回だけスロットインが可能。どっかで使えるってことなのかな。ああ、右上にあったね。右上の数字に気をつけてください。はい、またナビチップはダメなんだ。てかナビチップあるんだね、そっち楽しみだわ俺さ。バトル中に LR ボタンを押せばいつでもスロットインをすることができますが、下のゲージが少ないとスロットインが失敗することもあります。あ、そうなんだ、なるほどね。どんなチップを持っていくか、どのチップを置き換えるか、どう並べるかを考えて、なんかリカバリーとかをスロットに残しとくといいような気がするんだけどね。それではバトルチップグランプリ優勝を目指して頑張ってください。これ今さ、画面表示をなんだっけ、16対9かなんかでやってるけど4対3の方がいいのかな。もしかしたらちょっと次変えるかもしれません。チップの並びがデッキの強さ、チップイコール強さじゃないですか。プログラムデッキバトルシステムを存分にお楽しみください。なお、このマニュアルはシステムプログラムとともに大切に保管してください。これね、なお、このマニュアルはなんだっけ、再生が終わったと同時に爆破しますみたいなやつあるよね。よし、というわけで読み終わった。久しぶりの実況だからね、喋るの疲れるぜ。はい、いいです。まずはペットでプログラムデッキを確認してみよう。ネット君、このファイルにバトルチップグランプリの登録ナビが載ってる。いろんなナビが参加するんだなと。ブルースがいるってことは今度こそエンザンと戦えるってことか。前の大会の時はワールド3のせいでバトルが中断したけど、今度こそ最強のネットバッタラーを決めようぜ。エンザン燃えてきた。これで宿題も後回し、それ関係ないんじゃないかな。ネット君、そうはいかないんだからね。ほらな、心読まれてるぜ。
まずはペットを使ってみる。はい。じゃあ移動とか全部ないのかな。プログラムデッキ。ロックマン、チャージショット。かっけー。まあ、初めだから全然ないんだね。これは1枚しか持ってないってことか。でもやっぱキャノンが強いと思うんだよね。ショットガンか。命中率 S。ほう。追加攻撃。命中率 B。全バトルチップに追加攻撃。ということだ。ソード。命中率悪いね。どれか1枚に追加攻撃。リカバリー。ダミチップを HP50 回復。あ、まあそんな、まだないのか。命中率をいいやつをここら辺に置い、ミニボム。いや、とりあえず、なんか適当にさ、まずは一回置いてみよう。そんな、並べられるほどの、あれはないから。で、これで OK する。で、一旦セーブしましょうか。あ、二つ作れるんだ。水太郎。なんかちょっと情けないな。さてさて、一試合ぐらいはやりたいかなって感じ、まず。ペットはこれで OK かな。6番バトルチップグランプリに行こう。ちょっと待って。レト君、メールが来てるよ。ヒグレさん、ヒグレ出ます。ヒグレで、プログラムデッキ用のチップが買える。安さの限界に挑戦。じゃんじゃん買っていく出ます。あとでヒグレ屋にバトルチップを買いに行く。お金の概念はあるのか。はい、オープンしました。あ、これでやっぱ移動なのか。なるほどね。ま、バトルに勝てばお金は手に入るってことなんでしょうか。チップ1枚、チップ10枚セット。なんか10枚セット買いてえな。情報を聞くとかあったな。まあ、いや、バトルチップグランプリ行きましょう。クラス E、ビギナートーナメント、参加費ゼロ、賞金1000円、ほう、行きましょう。俺たちが戦うのどこだろう。あっちか？こっちか。やっぱ舞台3っぽいな、これな。ネット君早く行かないとまずいんじゃない？これテレビ局じゃん。ヤイトちゃん？ちょっとヒカリ君こんなとこ何してるのよ。オスヤイトな、バトルチップグランプリの会場どこだか知ってるか？何言ってんの、こんなとこで試合なんかするわけないよ。え？なんか今すごい読み方したな。ヒカリ君の会場は、このままじゃ間に合わない。仕方ないわね。特別に私の車で送ってあげようと。サンキュー、ヤイトってそんなに親切だったっけ？だって私今回のスポンサーなんだ。へえ、そうなんだ。ネット君と同じ反応してしまった。助かったね、ネット君。10分後、近くね？学校じゃねえか。おせえぞネット、試合が始まっちゃうじゃねえか。もう遅刻しちゃうかと思って心配したんだから、メルちゃんお久しぶり。デカオくん、君も久しぶりだね。悪い悪い。ヤイトちゃんの隣の子は知らない。ちょっとみんな、あ、ヤイトさっきはサンキューな。すべては大会の盛り上がりのため。なんたって今回はスポンサーなんだから。可愛い女の子がいます。ヤイトちゃん、そこの女の子。紹介するわ。トワ・マリーちゃん。これがあれだね。キャラクターのところにいたよね。今週からうちでホームステイしてるわけよと。へぇ。僕は、ナビのロックマン。よろしくね、マリちゃん。うん、よろしくねって二人のこと噂で聞いたことあるかも。私の住んでるアメロッパ、四天抜刀の大活躍。それほどでも照れるなぁと。ネット君、それあまり褒められてないと思うよ。四天抜刀はなんだ、七転び八起き的な。なんか割とドタバタしてるっていう意味かな。ごめん、俺もよくわかんねえ。マリちゃん、なんでか 4文字熟語で日本語を勉強した。へえ。まあ、たまに間違ってるんだけどさ。それはいいけど、ネット君はもう6年生なんだから、もうちょっとしっかりしないとね。ねえねえ。あ、ナビもかわいい。リングね。リングちゃんでーす。なんかちょっと軽いな。私、あなたたちがいくら強いからって、この、美少女ナビ、リングちゃんと天才ネットバトラーのマリにはかなわないんだから。トーナメントだったら確保しなきゃだよ。ちょっと不思議ちゃん的な感じかな。僕たちだって負けないよ。もうちょっとリングだったら。なんてね、ほらもうみんなと友達だよ。簡単じゃない、マリン。なるほど、そういう感じでちょっと砕けた感じできた感じなのかな。大会の準備があるので失礼します。はい。またお話しようね。バイバイ。アメロッパの子にしちゃ、マリちゃんって大人しそうだね。アメロッパの子俺はよく知らないからわからん。あ、でもナビの方はやたらハイだけどな。確かに。いろんなコンビがあるもんだね。さあ、ネット君、いよいよお待ちかねのネットバトルだよ。よし、頑張るぞ。ビギナートーナメントはバトルチップグランプリに初めて参加する人向け。なんでヒグレさん出てきた？フィールドはノーマルパネル優勝まで3回バトルがある。ん？フィールドはノーマルパネル。
優勝まで3回バトルがあると。とにかく持ってるバトルチップを全部プログラムできにいればもう勝ったも同じ。あ、そうなんだ。じゃあそれ入れろってことなんだね。うん、だいたいさっきぶっこんだから。スポンサーっていうよりもひいきじゃね？クラスの全トーナメントでベスト4以上だと次のクラスに上がることができる。チップが少ないうちは勝てない時もある。あ、そうなんだ。途中リタイアもあり。まあそういうところ勝てなくなったら裏でちょっとやってみようって感じかな。ケロさんだ。よし、行こう、ロックマン。ビギナートーナメント第1回戦を開始します。プログラムデッキの組み方はもう覚えたかい？それじゃあ行くよ。ナビのデータをスキャンするよ。ノーマルナビ。得意なチップキャノン。フィールドノーマルパネルと。いや、変更しようよないです。まずは行ってみよう。バサス、ノーマルナビ。あ、ノーマルナビのソードかっこいいな。バトルスタート。お、いいじゃん。とりあえず、上に行けば4回攻撃ができるのかな。ターンスタート。ファイト。ロックマンのアクション。キャノンを発射した。当たった。いいね。60のダメージ。ロックマンのアクション。キャノン。2発目。当てていく。いいね。あ、リカバリー50。HP を50回復。ロックマンのアクション。ミニボブ。当たるじゃん。いいね、いいね。10ダメージ。プログラムデッキを攻撃。あ、リカバリー50チップは10のダメージ。で、使えなくなるパターンがあるってこと、これ。あ、そうなんだ。ノーマルバサー30ダメージ。アクション、チャージショット、ベシッと。てか、チャージショット強くね。デッキを攻撃。お、リカバリーいいね。削っていく。お、また4回攻撃ができる。相手は2回か。2ダメ、ファイト。アクション、ショットガン、命中エース。ショットガンにかけて攻撃をした。キャノンも削る。いいね、削るね。キャノン、当たっちまったか。しょうがない。お、ソード命中いいとかじゃなかったっけ。うおぉ、あ、キャノンこう、おう、なるほどね。あ、もう使えなくなるんだ、そのバトルでね。キャノン発射。なるほどね。相手のデッキを破壊していくっていう戦法もあるってことか。なんかその時のダメージ、チップのダメージがそのまま一緒に行くっぽいね。チャージショット。で、30ダメージでキャノンも死んだと。あ、相手何も攻撃してこないじゃん。バスターだけ？なるほど。これ結構戦い長引きそうな気がしますね。あと100か。まあこれはもう負けないでしょ。ボカスカやってればいいだけだから。あとはターンがちょっとかかるだけかなっていう感じ。もうリカバリーがあるじゃないか。4ターン目ファイト。ショットガン。いいね。なんかショットガンとかで初め削っていくってのもありかもね。あ、リカバリーか。これでリカバリー使われちゃうんでしょ？ほら。ノーマルバスター。ロックマンのチャージショット。ちょっとこれで一旦濡らした感じか。お、でもリカバリー壊しました。相手は何もしてきませんよ。よし。で、これで勝ってるかな。OK です。デリート。ログアウトしました。バトル終了やってよ。バスティングレベル9。お、9なんだ。200Z じゃない。ゼニーです。慣れてないな。実は僕も今日、プログラムデッキの組み方を覚えたばっかりなんだ。そうですか。準決勝開催し、開始します。しまったりますよ。使うバトルチップをお店に忘れたりますよ。と。ナンバーマン。得意なチップ、プリズム反射してくるんだね。一応変更したい。けど、ないよね、なんもね。まあ、なんもないんで、そのまま行くしかないですね。まあ、多分倍速とかになるかなと思います。ナンバーマン。ナンバーマン HP400 しかないんだ。うん、ちょっと下の方に行っちゃうと攻撃が足んないかな。ショットガン。お、ナンバーマン。あ、違う、あれはいいのか。ナンバーマンこのターンアクションしてこないかな。あれ、ナンバーマンのナビチップだもんね。サイコロボム。4だったら40くらい？あ、40が強っ。うわ、リカバリーが。うわ、ショットガンが死んだ。よし、いいよ。上は最大攻撃だ。
キャノン、OK。キャノン、いいね。キャノン60。キャノン60だったっけ ?40 じゃなかったっけ、なんもない。あ、ナンバーもここのターンは特にないんだね。OK。忘れたって言ってもね、チップね。で、サイコロゴムだけしてくる。50、強え。あ、ショットガンがまた死んだでしょ、これ。うわぁ、強。あ、上行っちゃったか。でもキャノン2発当てれば勝ち。キャノン、OK、当てる。もう一発当てる。当てよう。もう一発当てよう。OK、よし、勝った。早かったな、ナンバーマン。クリティカルダメージとかあったのかな。バスティングレベルです。OK、300ゼニー。ナビチップってどうやって手に入るんだろう。あのバトルチップがあれば勝ったれますよと。勝てたれますよと。じゃあ決勝戦かな。決勝戦。なんだっけ、マリコ先生。ノーマルナビだよね。V2 ハイキャノン。強そうなんですけど、早速。変更のしようがないです。多分何でも勝てるとは思ってるんだけど、ちょっと V2 ってなると怖いな。550HP 高え。あ、でもキャノン、ハイキャノンしかない。よかった。チップの数が少ないっていうのがよかったな。キャノン。ハイキャノン。うわ、80強っ。あ、外受けられたか。しょうがない。ミニボム10だよね。じゃ、デッキ破壊が強そう。今んとこ負けてんな。お、ハイキャノン、オッケー、削る。チャージショットは削れるのか。オッケーオッケーオッケー。だいたい今回キャノンしかないから。大丈夫、ショットガン。で、キャノンを30ダメージ削ってった。キャノン、まあ、食らっちゃうのはしょうがない。リカバリー50、いいね、いいね。ノーマルバスター、バスターが強い。30か。なら大丈夫。チャージショット。破壊できる？オッケー、キャノンを破壊した。あ、ハイキャノンがまたこの段来る。ハイキャノンを倒したい。キャノン、オッケー。キャノン追加攻撃はない感じかな。ハイキャノンの方が強いんだよ、これマジで。ソード。おお、当たった。オッケー、ハイキャノン。あー、ないんだ。終わっちゃった行動だからしょうがないってこと？あ、いった。オッケー、10ダメージ。ノーマルバスター。あ、全部に、なんかなんか多分追加効果が入るところと入らないところがあるっぽいね。これ勝ったんじゃねえもん。相手キャノンしか攻撃手段ないでしょ。あとチャージショットと。殴り勝てると思うんだ。で、ここはないから、ソード当たった。オッケー、70ダメージ。ノーマルバスター。バスターで食らっちゃうのはしょうがない。バトルチップ相当いい。キャノンか。あ、で、ここでキャノン使ってくるってことなのか。なるほどね。今、あれがないからどうしようもなくて、よし、相手は何もしてこないぞ。ボタンファイト。アクション、ショットガン。OK、デリート。あ、よかった。まあ、初めだからね、こんな感じでしょって感じか。ふう、ギリギリだったよ。ほんとだよ。9。でも9か。え？ハイキャノンもらえるんだ。マジで？やった。さすがヒカリ君。でもこれくらい他の勉強も頑張ってね、と。はい。優勝おめでとうございます。副賞としてナビチップが贈られます。ノーマルナビ V2! それもチップであるんだ。いいな。初めてだよね、ノーマルナビなんてものがチップになってるの。メールが来てるよ。メールの差出人はバトルチップグランプリのスタッフからだね。ネット様、バトルチップグランプリに参加中のネットバトラーに耳寄りなお知らせです。トレーニング施設を開放。トレーニング相手を探している人、ネットバトルの連勝記録に挑戦してみたい人、皆様のご参加をお待ちしております。フリーバトル、これであれかチップとか集めてってことかな。セーブがまだだったら一応データをセーブしていった方がいいよ。トーナメント参加中はセーブができない。それはもっと早く言ってほしかったんだよね。では次回パートに移ります。ご視聴いただきありがとうございました。